モンカモン。こんにちは。今日はですね、あのボーピープの時に届かなかったエルフの仮装がついに届きました。ということで今回はアナ雪の仮装でディズニーで過ごしてみたいと思います。それではおーちけらバン。ということで、アナと雪の女王2が始まるということで、じゃじゃーん、パンケーキサンド、ポテトサラダ&コンビーフというものが出ました。オラフだオラフだよ、オラオラ。いただきます。ホットケーキみたいなもの、うん、香りするね。だね。コンビーフとポテトサラダ、あとレタスとかが、ね、入っているサンドです。ケーキ自体は甘いとかはなくて、口に入れるとバターの風味がほわんと広がります。ポテトサラダ、コンビーフ以外にちょっとコリコリしてるものが入ってて、何でしょうか何でしょうか食感が変わって美味しい。ピクルスでも、そのピクルスっていう味ではなくて、食感がピクルスなだけだから、ピクルス苦手な方でも食べられそうだし、しょっぱい中の具を食べた後にこのバターが口の中に広がるので、クレープの中身は甘くないバージョンを食べているようなイメージです。別にクレープではないんですけど、朝や昼のちょっとお腹すいたなっていう時にぴったりなメニューかなって思いました。マイク入ってないか心配だ。マイク入ってますか？入ってます。 OK ですか？マイクチェック1、2、1、はい、入ってます。入ってます。ふわふわの生地に中がね、ホタテのね、クリームコロッケなの。来たでしょこれ。じゃあいただきます。ふなだよ。くちゃくちゃコレクションだった。ふま、うん、した今年一美味しいかも、ランドのメニューで。うんと、そんなになんかバンズもさ、甘みがあってふわふわしてて美味しいし、とクリームコロッケの衣がサクサクよね。めちゃくちゃサクサクしてるし、うん、もうごちそうさまでした。マヨネーズと海鮮の風味が効いてて、うんうん、すっごく美味しかったです。美味しかった。食レポの動画で食べれなかったんですけど、うん、キタキタコレクションに認定されました。認定おめでとうございます。よっよっのミックスもあったんですけど、パンプキンオンリーにしました。いただきます。帰ってきたこのパンプキン、大好き。甘さもちょうどいいし、ちょうどいいパンプキンなんだよね。口に入れた瞬間にパンプキンの香りがふわっと広がって、最高な一日になりました。ありがとうございました。バイバイ。どういたしまして